発言します。ちょっと待ってこれ何何を期待してえー、っとえー、なんで何を期待してんのこれこれぐらいを考えてあったと思うんですよ全プレイヤーの発言が終了しました、はい、はい注目というわけで平日の夜 24時ぐらいですね。24時ぐらいはい、今回はあなたの役職は村人。村人。村人陣営。夜が更けました。はい。陣営に復帰てください。プテーモンが出てしまいました。プテモン出た時大体勝てるから、これ500回に1回ぐらいしかね。プテーモンは。あ、皆さんよ、あのー、え、なんかさ、YouTube ライブバグっててさ、自分が今さ、昨夜は誰も死にませんでした。 発言ターンに入ります6番のプレイヤーが発言しますマジか九番白九番白でした占い師ですなんでお前マジかトップバッターなんでこれきついんであの例のはできるだけ一瞬目に出てください私のところでうじゃうじゃ言われるのめっちゃ嫌なんでまとめることに時間がかかってしまうからああ、ね、絶対に一瞬目に出てください新感情出てるね、まあ、信仰論っていうのね騎士の動きとかっていうのは、うん、盤面が固まって そっからでいいと思うんで、今は言いません。で、変なすらもしなくていいです。私、別に一角しなくてもいいんでね。対抗出たら、その対抗と殴り合って勝てばいいだけなんで、私目線の陣外が出てくれる方がとってもありがたいんで、そうやなぁ、一角するためにすらしましたとかっていうやつは、絶対に釣り殺します。うん、みんなどんどん発言してってください、もうな、うん、何でもいいんで、時間いっぱい喋ることによって、様子を取っていきたいと思います。はい、頑張ります。 7番のプレイヤーが発言しますおはようございます7番です7番の昔から国民って言いますどうぞよろしくお願いしますえっと自分霊能です霊能者ですいいじゃん6番さんがねあの一週目に出てほしいっていう発言があって、うん まあトップバッターだからわかります。6番さん、せいさん、1周目で、6番さんの位置で1周目にポコポコって出てきたとき、つらいかなと思っあ6番さんが死んだときのことを考えて、1周目に出ます。あのー、なんか夜マックみたいな、はい。まあなんか印象も良かったですし、何が印象良かったかっていうと、頑張りますっていう、あのー、言葉と、あと、なんか対抗が出てきた時、あのー、と,あときた時に、あのー、勝ち取りますっていう意欲を感じたっていうところですね。ぐ、ねはい、らいかな。 六番さん、新占い師だったら頑張りましょう。はい、自分も例のもし対抗出てきたら頑張りますんで、うん、お願いします。八番さんどうぞ。八番のプレイヤーが発言します。えー、八番です。よろしくお願いします。えー、村人陣や特に CEO ございませんそうですね。七番さんが例のハードで、六番さんがキですね。そうですね。僕も六番さ、うんいいかなっていう感じですかね。うん、まあキシについて後から触れるって言ってたので、まあそうですね。 6番さんがもし真なのであれば、僕は、対抗である方のライン精査っていうのをしていただきたいなと思って。僕が人外ならまあ別な話なんですけどね。でまあ僕の持論としましては、村人側は、なるべく出現,まあ出現したところで、人外が雑な黒塗りしてくるんで、なるべく出現だけは避けたいな、避けましょうっていう感じですかね。 うん、別に僕もちょっと日本語うまくないんで、ちょっと滑らしちゃう可能性もあるんですけど、まあそこは気をつけていきましょうなんなって感じですかね。はい。ネイティブじゃん。まあえっと、6、7で例のオい出てるんで、うんの、ちょっと2週目だと思ってます。以上です9番のプレイヤーが発言します。おはようございます。 あます。よろしくお願いします。<ら>占い師でした。1番さんにランダム、あらら番さんにランダム、シロス、そうだろう。6番さん対抗白してます。えっと、7番,8番さんともに6番さん印象いいって言ったんですけど、<laughs> う,ん、うん。まあ,あらら、うん、それ言われちゃったら今はどうしようもないんですけど、ららえっと、まあ、でも別に6番さんすらいらないっていうので、すらしてほうすり殺すって言ったのと、時間いっぱい話すって言っただけで、うんうん、まあ、別に、 それだから芯で見てるって言ってるわけじゃなかったんですけど、うん、私が芯なので、はい、お願いしますね。で7番さん、うん、霊能を把握してますけど、かか霊能の対抗が出てきたらっていうことをちょっと言ってたのが気になったかな、うん。ちょっと22になったら、ちょっと7番さん気になっちゃうなって感じですけど、うん、6番さんもすらないのが分かってるんで、まあ、少なくとも21になるのかなとは思ってます。えー、と岸さん、出なくていいです。岸さん、出なくていいです。頑張ってグッジョブ出してください。 でとりあえずうん、一番さん白なんで発言頑張ってね一番のプレイヤーが発言しますはい、あ、よろしくお願いします特にしよありませんえ、僕は白ですが9番さんが人外かは分かってないです 6番さんって結構僕新感情あるなと思っちゃったんだよね一発目でうわっつって9しろーって言ってね、まあ、9番さんが占いに出ているとはいえ9番視点で6のスラっていうのは100%ないと思ってるはずだからねあの6番のすら嫌いの発言があったからだから9番狂人でも6のシーンを落とすために出てくるかなとも思えたただ6のまあワンチャン9しろるかなえっ、ー、と6番さんが えっと、7、8に結構締めで見られてる状況で、占いを吸っていた場合は、えっと、潜伏して、まあラス、まあレンガミ、ね、狼してもらって、ラス、えっと、ラスルに頑張ってもらうみたいな。狼に頑張ってもらうっていう動きもできるから、ま、まあまあまあって思った。9番さん C あるかなと思ったら。うん、どうだろうね。八番さん、あ、7番さんは対抗が出てたらロラすればいいと思ってるから、特によくて、8番さんは結構、6番さんの印象を上げていて、まあ七番にもだから引っかかるとこなかったみたいな感じだったんで、いやー、わかんねえな。 2>, 2番のプレイヤーが発言します1 <laughs> 番が一番気になりましたかねえっとっ6の新感情を拾っているけど9も新っぽいっていうのはまあ結局どっちも新っぽいっていうだけで何も言ってないんじゃないかなっていうまあ局論ですけどね何も言ってないんじゃないかなってなところでまあ肩代ですけど気になりました、はい、そうだなあ、まあ、まあまあまあ6が新ならば狂人1人分かってるから2路1一だからね だいいいぶやりやりすいんじゃないのってプレッシャーかけておいて9番3視点で今んところ2一なのになんで騎士は出なくていいよっていう発言が出たのかが気になりましたけど例えば9が強るんだよな狼が霊の「入出るかもとか思ってんのかななんてちょっと疑っちゃったかな。 てぐらいですかね奈良、えっと、番さんが対抗の話してたから、なんかちょっとって言ってたけど、俺は別にそんなことないと思うけどな、例の一角すれば嬉しいしです対抗高レター対抗つってくださいってぐらいだったから、そんなの別にって思ってたかな、以上。3イヤ結局どっちますはい、村人 J でした。 まあ2番と1番が引っかかってるかな。1番の9番の新上げ要素としてあげたのが9が巨人だったら潜伏して、6番連打させておけばいいけど、っていうけど、まあ、9番が巨人だったら占い使用して、占いにしにして、狼に占い噛んでもらった方がよくだから、それは新要素にならないし、9番の7番たときは不当だと思います二2番の言うとおり。でも、2番の,その9番が、えっと、7番になんだっけ、狩人う潜伏うんちゃらかんちゃらやる狼に霊能に出てきてほしいんじゃないかっていう論はちょっとよくわかんなかった。うん それは9番が潜伏狩猟度を推奨したのは、それは進行論の違いだから、そこはニセオスにもならないから。うん、9番、の7番叩きが引っかかったかな、くらいかな。あと 1, 人は1番はさっき言ったよ、それ。2番の9番にしき上がったけど、その、オオカミがうんちゃらかんちゃらで、騎士の話に関しては<や>しね、騎士点で9の審議って、ね、だって9番さんがですね、<番>強靭で出てくるメリットも潜伏するメリットもあるから、どっちかなって話じゃん。<え> 結局どっち見てんのよ。僕を殴ってるね。二三番は。聞こえないけど、四番。今聞こえないけどね。はい、えー、毎日村人陣営でした。<あ>よろしくお願いします。すいません、みんな、あの声聞こえないっていうところでね。はい。まあ、そうですね。一応六番さんと七番さんは、まあ、占いと霊能でっていうところ。まあ、都市的には、結構気が合いそうな感じはしたんですけどね。はい。いい感じになりそうな感じで。 で7が今の定能で1人しか出てきてないんで、とりあえずまあ9番さんと6番さんでもバチバチやりやってもらったらいいんかなっていう感じですね。まあ、今のところ、その6番さんのやっぱり登場の仕方一番最初に出てくるのって、まあ、確かにやっぱり芯を取りやすいような感じのパフォーマンスにはなるんですけど、まあ、逆にそんだけ対抗が出てきたら殴り合うだけなんでっていうのやったら、僕2周目までまあ待っといたらよかったんじゃないかなって、ちょっと思いますね、より分かりやすいと思うんで。 はい、今のところわかんないです。5番のプレイヤーが発言します。 はい、おはようございます。五番です。霊能者でした。霊能者仕様です。早くお願いします。うん、え、六九が占い師で、六級四六九が一四で、七が対抗で出ているですね。自分視点っていうのは、え、六番さんから始まって占い仕様の後に、七がいきなり霊能。自分の対抗仕様している盤面から。七、うん、が狼ですぐそこで出るかなっていうのは、ちょっとあんまり考えにくいなっていうふうに、個人的には思っていることから。え、九の方が真なのかなっていうふうに思っているかな。うん 6神だった場合って自分視点7っていうのが狼になるんで7が狼で2番目に出るのかなって7番さんの発言量で6番さ3進だったら頑張りましょうねっていうまあ7・6進が分かってていやでも7・6進って信教になるからなんだろうね。 7番さんの発言があんまり狼っぽく見えないことから7強靭で見てるから今日は7から釣ってほしいと思っていて盤面上9が死んで6が偽かなっていうふうに思ってるかなで4に関してはその位置であんまり考察伸びなかったなって思っているしっかり考察していきましょう7からお願いします6番のプレイヤーが発言します、うん、私すみません9の強靭が見えていて5が出てきたことから5が狼だと思っている5が強靭5が強靭じゃない <laughs> 9が強靭で5が うーん、7がね、出てこないと思うんですよね。ね、うん。だって、私が真なんですけど、なんて言ったらいいの盤面上きついんやけど、うーんと、例えば5番さんが強人やと仮定しますね、村目線。ってなると、私が狼ってなるじゃないですか。ね。ってなった時に、5が強人で出ることがないって分か,ると分かってもらうと思うんです。ああ、きつい。 カリドは絶対に出てください。カリドは絶対に出てください。<laughs> <ん>5が出なかった時点やったら、私は4をめっちゃ釣りたかった。言ったことはわかるよ。4って6、新割と取りやすいパフォーマンス、意味がわかんない。で、2番さんが時点で釣りたかったかな。二郎一、あの、旧狂人見えてるんやったら、二郎一わかるよね。 いやわかんないです。私の発言で1周目しか聞いてないのに、2、うん、郎 1>, 1当てろっていう無茶な注文がめちゃめちゃ嫌やったんで、2番長時点で釣りたかった。ただ今日は0、のっていうか、私目線の詰めるために、絶対に狩猟を出てください。9の強人しか分かってない上で、2>, 2、4に狩猟がいいんやったら出て、私占おうと思ってるんです、どっちか。今日は絶対に5に行きます。 1で囲われているという感じはしなかった。だって1で囲われていたら5という狼私目線はほぼほぼ5が狼やと思っているから、5が1で囲われていたらもう潜伏していいと思っているから、1はほぼ白やと思っている。行きます7。7から詰めるかな。7番のプレイヤーが発言します。まあ、はい、7番です。2周目です、えーと。グレーは全く分かってません。番さんは 5番さんが強人だったら、えっ、ー、と、6が9に白を打ってるから、6番さんが狼っていう形になるんですけど、それが多分5番さんが強人だったら透けてるはずなんで、確か5番さんは、えっ、ー、と、9審で6偽っていうふうに追ってたっていうのもあるもんですから、えー、どうなんだろう、強人か、狼の可能性もあると考えてはいますね。狼の可能性もあると思ってます。で、えー どうだろうな5番さんが強人だったら、まあ、6にせ自分目線ではそうなんですよ。<laughs> うんうかなまあ、5からいってほしいですね。5番さんの色を見ればそこは判断できますので、うん、5からいってほしいぐらいかな。どうだろう生存意欲とかもちょっとね注視して聞いてたけど何とも言えないです。でも強人かなやっぱ5が。だから盤面的には9進の方が高いかなと思ってますね。 6偽じゃなないかなとで6番さんが偽だとすれば、えー、と4にヘイトを向けてたんで4は白いのかな、まあ、単純に考えるとそうなりますね4白いのかなで9が真で考えれば1白なんで、えー、238の中にいるっていうことになる,ですなるかな、まあ、現状自分の目線そんな感じですねただ238の中で今どこが黒いかっていうのは分かりません はい、もう五の色見れば、占いシーンにつきます。ご言ってください。お願いします。八番のプレイヤーが発言します。そうですね。五番さんに関しては、やっぱ新郎一かなって僕は思ってます。ああ、新、あ、今日もあるのか。あ、六番さん目線だと、新郎一。うん、でも、五番さんが出てくるメリットってあるんですかね。で、僕、六番さんが新郎。まあ、初手、まあ、確かに、二日目の、二日目じゃねえや、一日目、二週目の初手で出てきてほしかったら で、まあ、僕目線もやっぱ9番線がちょっと、んー、っぽくなっちゃうのかなっていう感じですかね。僕5番線、7番線にいたいんですけど、まあちょっと安定進行で釣り切りだと僕は思ってるんですよね。んなんでそこで、うん、両方ともやっぱ、なんていうんですかね、突に黒塗りし、5はだ7、七が5っていう、したところで、なかなってめくちゃ思いましたね。二進の名前なら別に釣り、一人が釣れるんで、 そういう発言がなかったのが僕はちょっと気になりましたがね。うんまあ、9はシン、6がローですよね。うん、まあ、ラインとしては4、6は絶対ないのかなって僕は思いましたね。はい。うん、なんであので、僕目線でいくと2、3になっちゃいますよね。2、3。うーん。どうなのかな。まあ、聞いてみて。まあ、とりあえず今日はですもん、ねでの、僕は釣り切っちゃっていいかなと思ってるんですけどね。うん、まあ、 多分どっちにしろ午後先に吸ったところで7は黒って言いますしうん、なんだろうなああでも六番が多くの時2,4番ってあんまり近しそうだな,うなだうちょっとそういう子も本当に消し入れてほしいと思ってそうだなっ、ね、6番っ釣られなければ噛まれなければって感じですかねまあとりあえず二周目お願いします九番のプレイヤーが発言します 2週目お願いします。えー、っと、8番さんは私のこと死んでみてくれるんだ。1週目の時六6番さんのこと結構なんかいいように見てたから、うん、6番さん、置きなのかな、どっちかというとって思ってたけど、うん、私の方なんだね。2週目に出てきてほしかったっていう意見に変わってたから、ちょっとそこはびっくりしたなっていう感じです。うん、えっと、今、5番さん、7番さん、例の出てるんですけど、うん、でも5番さん1でオオカミでは出ない気がするんだよね。なんで、新境1。 かなって私は思う。狼だったら潜伏しとった方がいいんじゃない、うん、最に、うん、一番面で。うんって私は思った。うん、安直かもしれないけどね。だって例ノローラーされに生きてるだけじゃんってなるじゃん。ってなったら、5番さんが強人だとしたら7番さん死んで6番さん狼なわけじゃん。5番さん2戦目に見た場合ね。うん。ま、だ5番さんの2戦目に聞かないと分かんないけど、7番さんが。 うーん、なぁ、でも、ド存意欲結構あって、ちょっとまだ分からないな。今日は例のどっちかはするけど、でも、私の中では審議つけたいなとは思ってる5番さんと7番さん。なので、5番さんの発言をよく聞いてから、自分の中ではどっちかに入れたいと思う。うまだ全然分かってないです。で、うん6番さんが強人なのか、狼なのかも今の時点で分かってないけど、 5番さんが心境一なことから6番さん狼なのかなとは、うん、今なんとなくで、ね、思ってますね。うーん。うーんであと、うん、すいませんちょっと明日また考えさせてください。ちょっとあんまりまとまってなくてすいません。1番のプレイヤーが発言します。はいよろしくお願いします。2周目ですね。えっ、ー、とまあ分かるな。5番さんはすごく心労一だと思っている。5番さんはすごく心労一だと思っていて。 え今日は例のロラでいいと思っていてまあ7番から釣ろうかなーと思ってるまあ7番さんの例の結果を信じようと思う動きが、えっと、思う人が多いなら5から釣ってもいいかなと思ってる、えっと、5番がオオカミの時って僕6オオカミかなって思うけどな56ローあると思うよ56ローは、えっと、5番視点で 6,、えっと、6番を助けられるからね5番が出てさ頑張ればでえっと6視点でなんだっけ8番さんがえっとなんか 6番と4番が切れてるって発言を残していたけども結局ロロでしょ2二で例のロロロから入るから別にあの囲いに行くこともできるしあの別のところになって黒出しすることもできるしあんまりそこはその切れてるっていう考察をよく分かんなかったから6が4に殴ってるっていうのはただなんか6番さん9番さんに白を打って9番さんが占い出てきちゃって苦しいなーって思ってる偽のオオカミに見えちゃったからなんか5番さんのこと一瞬興じて「あ,あ苦しい」とか言ったらミスったみたいな感じで言っちゃってたりとかうーん。 5番さんが強人ってないと思うけどな5番さん強人って6狼オカ透けてる状態で6の新名ダダ下がりじゃん。でしょだから5番の強人視点があんま分かんないから7番が狼も見えないし例のうんとだから例のから詰めて7から釣って6番さんが現状にせかなと思ってるかなだからグレイチで8番さんそこの46切れてるって発言気になったですね僕は。はい、まあ仮は出なくていいんじゃないですか 二番目だからね。はい、じゃ、二番のプレイヤーが発言します。五六ローローの視点、マジですか？六っていうのは、七が多く見だと出ないだろうから。五から行きたいって言ってるんですけど、豪快なラインゲーですかね。見るなら6、六七ローローだと僕は思いましたがね。えっと、ずっと考えてきて、五番さんが、例えばね、まあ、人外で見たとして、なんで出るんだろうって思って。うん 五番強人だったら6牢透けてるから、うん、グレイチから食った方がよくねって思うし、そ、うん、うだね。え、審議ついてるんだもんね。え、五がローで出てくる必要性って何だろう。六強人まあ九強人どっちでもいいんですけど、なんで、じゃあローラーされに来たのってなるしと思って、五は限りなく真かなと思ってました。うん、えっと、六番さんに言っておくと、俺は2周目で二ロー一当てろなんて、そんな無茶ゃばらい殺害してないですよ。ただ、ね。 あなた視点、狂人が対抗なんだから、俺の一周目の時点では、ね、グレーに二郎いることになるから、占いで当てれますよねっていう圧がけ。それぐらいです。占い、二郎いたら当てられるでしょぐらいしか言ってないですね。なんで、まあ、だいぶ不当かなと思いました。なんだろうな、六の精査で七は出ないでしょって言ってたけど、新ロールを例えば六の視点だと、新ロールをしようとして七が、例ので出てきて、 で9番さんが強靭で出てきたからあじゃあ潜伏しようって誰か潜伏してるかもしれないしなんで7が2世で出てくる可能性を捨てたのかが分かんなくて7ローの視点を捨てたところが6の2世目かなと思ってるんで俺は7からいきたいです以上。まあグレーで引っかかってる人多いんだけどまず気になった点から増えていくと、まあ、9六は、まあ、そんなに2世目あいてるけど9番もグレーせがほぼないからっうけど。 プレイスサーほぼなく57の審議ばっかしてるから、極端の審議はあんまないけど、2番が5番を審理を置く理由が、5番が人道だったら出る意味なくて、5番が巨人を出る意味がないっていうのがあんまわかんないし、1番が5666で6が5を釣りをしてから5666の兼ねっていうのは通らないと思うで、どうせ57って絶対釣り切るから、結局65でも6が5を切ったとしても、どうせ7まで絶対村下に釣りが入るから、んそんなの5 6 6 6の否定要素にならないし。 一くらいカイにしようと思ったの。64のローがない論が全くわからないから7番とかも言ったけど。だってこの盤面って57から絶対釣りが入るから4番になんか釣りが入らないんだから6番狼で4番相方だったとしても別にライン切れるから。てかこの盤面って結構6番二千目見られる状況下だから6番が相方とライン切ることなんてかん簡単にできるからどうせ釣られないからね相方が。例外から釣りが絶対入るから。だからその論が全くわかんないから。 サンか白、ね、く置かれいのいなくている。サンが村に見えちゃうなか、そうい,いうことされるとか。まあ、なる人が多いかなってくらいかな、はい、まあバ番がしんだったら、グレセスが頑張って、57死にないから、9メセだってら、6番狼確定してるわけじゃなくて、6番の狂人もあるんだから、5番7番の正規って、ケ番さんが死に勝ち取ればいいから、ケ番が番な、なイ番さんが死んら、5番と7番のセなサかいかなくて、グレーの狼一を、えっと、 言ってくれないと競馬さんのシー目って追えないから競馬さんがシーンだったらもうちょっとグレースとして五七のシーンなんかどうでもいいから正直はいそれくらい四番のプレイヤーが発言しますはい二周、えー、目ですねまあとりあえず八番さんとかも言ってますしあの例の釣り切りでいいんかなっていう感じで僕も思ってます、うん、例の釣り切りでいいんかなっていう感じですねまあ七番さんと五番さんだったとしたら目、まあ、的にはやっぱり七番さんから行くのが ななんかなっていう感じはあります。やっぱり5番さんの位置でもし偽物だったとしてきたら、まあ、出てくる必要性ってあるのかなってなった時に全然そんな必要性ってないように感じてやっぱり最後だから、まあ、逆に死んだからこそ出ないといけない状況だから出てきたシーンなんかなっていう感じには見えます。うん、でそうなったらやっぱり例のどっちからってなったらもう7番さんからとりあえず釣りに行って,てその後に5番さんも申し訳ないけど釣ってもらう。 で6番さんと9番さんだったとしたら、まあ、さっきも言ったんですけど6番さんって僕はやっぱりもうあそこで対抗が出てきた時に黒に持っていけるように、まあ、モチベーションを高めた狼なんだなっていう感じなんで6番さんは結構もう狼で出てます六んで6るのミシンだったとしたら、うんえー、そこからもう2日目以降分かっていけると思うんでまあそんな感じですねとりあえず6番が怪しいです6番と7番ですね以上五番 のプレイヤーが発言しますはい6番さんに対して思っていることがあって、6番視点、今日は絶対5からっていう発言はなんでなんだろうと思っていて、5番の1周目の最後の発言で言っているのは、7番が2番目の位置で出てくる、自分の対抗として出てくる、で釣り側として消費されるオオカミ像には見えないから、7オオカミはないんじゃないかってなると6にせかなっていう俺の視点と、6番さんが2番目に7がオオカミに出てこないだろうって視点って、5番の視点と全く一緒じゃない。 6は何でもしじ5が真だったらそう思うだろうなって思えないんだろう絶対ごつりっている6番さんに対してちょっと不当だな嫌な気持ちだな、うん、っていうふうに思っていますで、えー、6級に対しているんだけど自分今日7番を釣った時に、うん、7の色が黒だった時っていうのは、えー、6が似せ、えー、だね、うん、7の色が黒だった時は6が真になる6が真になる で7の色が白だったときが、9が真になる。7が強じで分かったら、えー、6が9に白を打っていることから、6世界戦では9が強じなことから、俺は7結果が白が出るわけがないから、6が黒になると。なんで、今日う7の色を見れば、6、九の真偽は自分視点ではつくと思っているかな。で今日は2が結構白かったなぁと僕は思っていて。 1番さんがフレーズサテでいいのもあって、えっと、7番さんが6、4がない、6、4は切れてるって言ってるの、ちょっと僕は意味がわからないなと思っていて、6が4を叩いたから6、4がないっていうのは、契約じゃないかなと思っているかな、はい。で、4番っていうのは自分の意思を提示できたと思っていて、3番は結局、あんまりなんだろうな、平等をばらまく行為だけだったなと思っているかな。はい、今日7番からいいいっっててほしいと思っています全プレイヤーの発言が終了しました。 そのの疑いにどんな根拠があるのかな。五はつるけどさどこに黒を打つか見て考えるかな三、うん、3棋士じゃない3棋士かなと思うよ僕はいはいはい3番5番投票か投票が終了しました追放されるプレイヤーは7番7番の遺言を発表してください グレーで気になったのは、自分は二番さんでしたかね、うん、あの二番さんに六七ローローを追われたところが結構違和感感じましたけどね、六、うん、が、六七のローで六が占いで出て、七が能で出るっていう、その初手の行動を狼狼っていう,ふう判断になったのはなぜなのかは知りたかったですね。はいはい、どちらかというと、その三番さんが言ってましたけど、ラインギがあるんじゃないか。自分はまああそう、あの 6、4ていうところをないんじゃないかっていうことを発言しましたけど、まあ安直に考えればって、たまあどこがどこをあの怪しいとか、どこがどこを白いって言ってるっていう情報って、多分今後、大切になってくると思うので、はい、そこは残しておいたほうがいいと思うんです。っで、えー、と3番さんが言ってましたけど、まあ、単純にあの今、6が偽で追われている状況で。 えー、ライン切りっていうのが発生してるんじゃないかっていうのは自分もそれは思います。まあ、かかでそういった意味じゃ6を狼してるんだったら5が狼っていう可能性の方が高くなると思いますね。これ多分一番さんが言ってたのかな。5、6で見てるっていう発言は。うん7釣りはちょっとショックでしたけどね。<laughs> まあ5言ってくださいね。5の狼もあるんでまだ全然。まあ、自分に どううだろ五が強靭だったら自分に黒出してくるのかな黒出してくると五目線だったら強靭だったら多分占いの真偽ってついてないと思うんで簡単には黒出せないと思うんですけどもでもいずれにしても五言ってください五は二です5回目はあるとは思いますゼロじゃないです、うん、村応援してます頑張って6強靭5六強人とかあんのかな六人6強靭57ローとかあんのかな6強靭57どっちかロー 夜が明けました。さあどこどこ紙か,かな。昨夜は一名の方が亡くなりました。九<ら>番一番のプレイヤーが発言します。いやマジ？えっ、ー、と四白あもう六番差しん切っておくってえっ、ー、と五番が騎士ごき五号え？五号えなの？なんだよ五号え？ で、7白。はい、そうですか。じゃあ、えー、っと、六、九、今日、九郷六進、九遽六進五郎を一応見た方がいいですかこれは。決め打ち五は無理だよな。でも、六、まで五が強陣で、 5が狂人で出てくることはねえと思っている。で、56 6だったら9は噛まないと思っていることから、これ5を決め打つ ?5 を決め打ちもありか。そうなった場合ってグリーンの名前1枚増えるよね。9番が牧師のだから弱すぎるから、56釣り切ってあと1枚じゃもうきついと思っているから、えー、決め打ちもありじゃない 5つって6の芯にかけてもう一発占わせるのはあれだけど、6って、九州、四州で4騎士でしょもう死んでいいんじゃないじゃん。う <laughs> ーん。じゃないはい。今日、今日6いくか ?6 いくちょっとっっ、まだわかんねえ。僕、隠しろなっ,ちゃったらちょっとわかるけど。6いくかこれでもいいよ。2>, 2番のプレイヤーが発言します。うん、まあ。 ね。6番さんが死んで、まあ、辛いけど今日じゃない。5だね。いや、51ロールを見えたけど見えないみんな、えー。5番視点がバグってるなって思ってて、最後の発言聞いてたんだけど、7が黒ならば、なんだっけ、6は死んだって言ってたけど、6強人、9進は追わないのっていう。何が見えてんのっていうので。 バグってるなと思ったけど、まあじゃあなんで投票後じゃなかったのかっていうと、まあ単純にそれでも7の方が黒かったからって感じですかね。まあ今日は5っつって、うんとね、見えたのが、5 1六6九9あり得るかなっていう今の態度で、正直5なんて決めてるやつなかったから、しかも、共白髪、終えるよね。1が9カムって。あるか。 自分の白アピのためにあるそれあってもよかったな今日は5つって明日6つりますね、うん、まあそれは確定だと思ってる俺はうん <laughs> まあ一応言うと4番さんね01って釣り切りだから守んなくていいですよ噛まれたら縄増えてラッキーだからぐらいですかね,うんとね8番さんは分かってないけど3番さんのムーブっていうのは最大強人かなと俺は思ったからな結構なんだろう まあそれが正しいか正しくないかを置いておいて、うん、ヘイトの動き方が人道ではないかなって、俺目線は感じたので、うん、まあその教授に置くのはどっちにしても6は偽世なんで、6は釣れるから、やっぱり5、6釣ってからですね、以上。3番。5、6釣ってからきついな。まあ、二番も言ったけど、5番の昨日の7番黒だったら6番シーンとかいう謎のローンと泣いていて、 2>, 2番が白い論も全くかんないし、4番がなんか進行提示してからうんちゃらかんちゃらだから、いいみたいな論が全くわかんなかったら、5番に入れました。まあ、5つり6、1占いでいいんじゃないとりあえず、1番確信あったらそれで盤面すっきりするし普通に5番、5番なんかの決めてないから、どうせ意味ないから5からつって6番の占い結果見たらいいかなって思うから、うん、まあ5つり6は1占い固定かな。1が確信あったら村目線は、俺見もわかりやすいし、村目線も多分、 客観視、わかりやすいと思うから、六は絶対中段してほしい、ね。いやー、白でもいい。二八、ロラリテー。くらいですね。いうこと、それくらいしかないんだけど、五番は偽だとも言いますよ。単純に発言からね。四番は五声してるけど、五番声する意味ないですよ。山田さんはい、五番つって、六番は一占いしてください。はい、四番のプレイヤーが発言します。 5番なんかななんか6番でええんじゃないかなって俺はなんか思うねんけどな。なんかやっぱり6番の方がなんかうさくさいしっていう感じはあるしな。なんか、うん、6番が急かんだようにしか見えん,んけどな。俺5番はもう、俺投票も7番にやってるけど、なんか5番はもう9打ったらいいんじゃないかなって若干思ってんねんけど、これは5番をい,いかなあかんのりなんかな。うーん6番はんう1回しか打たないでしょ,っょっとまあ信念をやっぱり曲げずに進みたいし、まあいろんなところ守ってきて、 やっぱりそれはミスもあるし、ミスもある中でやっぱり進んでるし、これは今日は俺は直感を信じてやっぱり6番行きたいかな。まあ、6番ってやっぱ結構なんか発言も焦ってる感じがしたりとか、まあ考えながら喋ってるっていうのもあるし、がなかそう6進化もやばいんだよな。だから若干もう陣外は確定してるのかなって思うし、うに陣外やったら1にいくらをやけたからね。 5番を決め打っていいんじゃないかなって思うけどな、ーマーキ吉は。こんな感じですね。それで僕は今日6番に行こうと思って。いやー、3ロー、はい、番のプレイヤーが発言しました。三楼やだなー はい、おはようございます。五番です。七番の結果が白でした。七番の例の結果、白です。なので、自分視点が七が強人です。対抗の七が強人で、噛まれている9。九の地紙っていうのを追いにくいことから、九真六郎だと思っています。二、三に言われた。七が黒だった時に、六真の可能性が高いっていう。自分の意見は、六番が、えー、発言の中でなんだろうな。あーでも、これはな時系列が。 変わってしまうが、でも2周目か、2周目の発言で6番が言ってたよねあの、5番を絶対につるって言って、5番が強靭してんだったら、57の精査ってつかないと思うから、5番を絶対につるって6番の口から出にくいんじゃないかなって、俺は思ったことから、7黒で出たら6 c も十分あるなって思った、うん、っていうのと、9番さんの発言、9番さんっていうのは57の精査しかしていないって話は他の誰かも拾っていたと思うんですけれども、9番さんっていうのは57どっちかな、まあ、5番の発言決めるかっていう、若干9の強靭要素もあると思ったから、その時は6進で9強っていうふうに見えるかなって思っ 7黒だっっったたら俺はなななんじゃないかなって思った、うん、でそして、昨日の行動で5番の最後の発言を聞いてもなお6番っていうのは57の精査でなぜか5を絶対にせと決め打って5に投票している。で376でしょ、普通に63もあるかなと思っちゃったかな、2番さんに関してはちょっと視点がブレブレだなと思ってるから、なかなか2番さんの精査って難しくて、4番さんはなんだろう、俺を守ってくれてありがとうっていう、素直に嬉しい気持ちがあるし、4番さんの今日五5を決め打って6でいいんちゃうかなっていうのは、なんか普通にかっこいいなって思ったな。 自分視点1、9、噛まれている9の1白っていうのは、7の強人が見えていることから、1角村が分かるので、1、4で6を釣ってほしいなと思ってます。で、8に関しては、何にも考えてない、ニーと村人だと思ってます、一緒に6を釣ろう。うん、6番のプレイヤーが発言します。釣ってますよ、それはね、9も噛まれるし。で、私目線、辛いっていうのを、4番さん、理解してください、万吉さん。 絶対今日、合釣りです。なんで合が狼に見えるかど、うーん、どっちかっていうとね、今日はね、2番さんがかなり白く見えたね。いやこれね、9神で得するのって1番さんですよ。ね、で、あの、昨日の時点では囲われていないかなと思ったっていう話でね、合がかなり狼に見えたってことから、5と7で比べたときに、ね、狼で出て得するのって5番の位置なんですよね。食べてない。 んん6の芯が落とせるからで、1で囲われていて、あっ、強靭やな、6芯やなっていうのが透けていたからこその9神で、6の芯が落とされて、今日四4番さんの万吉さんみたいに<っ>、じゃあ6偽じゃねえか、狼じゃねえか,かスロー、スろうぜ、スろうぜっていうような人がいるから,から,かなから、まあ占ってしまって、白やって騎士で、1番さんに言われたけど、日本棋士占うゴミなんで死ねえみたいな感じで、そこまで言われてないけど、もう死んでいいと思いますっていうのは、マジで勘弁して。 1>, 1番さんが得してているかなっっ今思ったオオカミで、急極人が透けていて、5番さんがオオカミで出ることによって、6のシーンが100%切れるっていうような村目線、そういう風な流れになって、今日六6が釣られてしまうっていう状況になって、私の占い地がゴミやったことによって、だから明日占わせてほしい。うん。まあ、ほぼほぼ1で黒が出ると固いと思っているかな。2番が100ミリっていうことを確認したかな、今日の発言から聞いて。今日は絶対に5 レーキンを 2>, 2枚で、釣り切りは5つ決め打ちってどういう進行意味が分かんないんで、5つってください。7が発言します、7、番、ねねねうん、6、7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 、六7、7、7、7、六7、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 六をわざと7、7、7、ね、7、 みたいなっていうのも全然6ありえるかなと思ってますね。まあ、一番さんの僕さっき言ってたことがちょっとインパクトですかね。うーん、でもってことから、まあこれが6が本当に真なのであれば、まあローだったら別なんですけど、6が真であるんだったら強人神ってことですかね。なかなかのメリットあるなって僕は思いましたけどね。まあたとえ6がローと置いたときに、うん、 今なんかやたらと二やしろあ六二ローラも全然あるんじゃないかなという感じですかね。うんまあ今日は五ずり人じゃないですか。二番なぜかローラを飲んでない,っていう。なんか八狼っぽくないんだよな。うん今日ローで僕はいいかなと思ってますけどね。うわ難しいな。八狼っぽくないよ。っていう感じですかね。五六ローラそんなことないですよね。ん五六ローション。うん。 6ローなら相方どこだって5ずりでいきたいと思います。はい。まあちょっと今日は5釣りして、うん,うーんちょっと占い結果、ローなのかな。まあ、思ってるんで、6の結果は僕は真実ない。今日は5釣りでいきます。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に、まあ、か私はただの石。私はただの石私はただの石いい いや四が六いくって言ってたから六いくわ。その疑いにはどんな根拠がある？ダメ。四お前裏切ったな。裏切ったなお前。トーが終了しました。追放されるプレイヤーは五番。五番の遺言を発言してください。はい。ならない,らね、ならないから。四、はい、番さん結局僕に入れてるじゃないですか。 <laughs> ちょっとがっかりしましたよ、4番さん。はいで、8番に答えると、えー、今日5番がローラーを飲まない理由は、自分視点7の白が分かっていて、9が真だということが分かっている、真が釣られている状態で、自分、真の霊能がローラーを飲むバカがどこにいるでしょう、うん、と、僕は答えたい。うん、そして、えー、2、3番がもし村なら言っておきます。なぜ8番をずっと放置しているのはい で、8番が村なら言っておきます。僕があなたに言ったニート村っていうふうに表現したのは、あなたはいつも、とりあえず明日、とりあえず明日考えるは噛まなければ。そのスタンスはすごく余裕があっていいと思うけれど、あなたが最後苦労を打たれたときに弾き返せますか頑張ってくださいね。そして、えー、6番に一緒に入れてくれた1番ありがとう。うーん、結構6番の発言をて5番の方を残せるかなって思ってくれるかなと思ったんだけど、 なんだろうね。二、三の話、六に当たってれ、印象論で八があまりにも何も考えてない。るので6、六、八を切っていて、あるかもしれないけど、六、二か六、三だと思って日七、うん、で、自分の五の発言を聞三番さんって、あんまり五の発言を汲み取ってくれる気がないなっていう風に思ってしまったかな。二番さんに関しては、いろんな可能性を考えている。かつ、六番が二は百パーもらっていましたよね。 この人占ってないのに、二番さんの村100%分かってるそうですよ。うん、はい。二番さん、すり寄られてますよ。はい。なので、六人より六三があるかなと思ってます。一四番さん、頑張ってください。四、まあ、番さん、噛まれてしまうと思うんですけど。まあ、一番さん。と、もう一人の村、うん、もう二人の村か。頑張ってください。六三本線だと思ってます。頑張って。うん、夜が更けました。人狼に気をつけてください。はい、はい、はい。どうせ一黒だろ、これ。<laughs> 六九が明けました。五七心境でしょ昨夜は一名の方が亡くなりました。四六、はい、番のプレイヤーが発言します。えー、ま一白やったんやけど、そうなってくると。占い師をえ。論が変わってきて。五番さんが絶対狼なんですね。私目線の話しますけど。五番さんが七に白って出していて、私が九に白。 ってことは5番さんと6番さん、私なんですけど、大、まあ、抗陣営で5番が狼なんですよ。ここまでは大丈夫ですかいや ?1 で固れているからこそ、絶対にんなんか私のことをつり殺せると思った狼像に見えたんやけど、それが崩れてどうしようって感じです。で、5番さんの発言思い出してほしいんやけど、5番さんって結構なんか、8がニート村人、8がニート村人、明日明日って言ってるけどっていう。 なんか兄さんと分けて考えてたんですよねなんか八にだけ最後触れたうんどうなんやろハチが相方やからこそニートメラブとっていうかもう紛れろよって言ってんのか兄さんに相方を紛れさせてんのかわかんないけど二番私の二番さんの視点っていうのすごい良いと思ったんですけどね占ってないのにあなたの白が分かってるんですかって六の陣外ってなくなってないうんめちゃくちゃ 本線は5の相方は8。うん私まあ、3番さんは結構な、ちょっと分かんない、分かんない。1番さんが白やったんで、混乱してます。本線は8です。今日八8釣りたいかなと思ってるけど、やっぱ分けてんの異常,異常やと思う。2、3と分けて8になんかベタベタ触れてるのがよく分かんなかったんで、私は今日八8に入れます。8番のプレイヤーが発言します。いや、そうですね。1裏なって意味ありますかね。隠し色作れたのは確かにでかいことだと思うんですけど。 うん、別に見、見見のと僕は思ってないと思ったんですけどね、うん、だから6僕、3クローズが言うかなと思ったんですけど、まさかの1白って言ってたんで、まあ、1はこれで隠しなんで、6が死んだら、3、裏のじゃないですかね、3か僕かっていう感じ、ね、うわう全然分からなくなってきたね六6の相方が全然見えないんですよね。まあ、でも僕、ちょっと今、いろいろごちゃごちゃになってるんですけど、 まあ5番さん、僕なんかし、初め新郎1って言ってたんですけど、新京でいいのかなってって、9新で6郎。<laughs> 5番さんの言ってることは最後ユニ込むんですかまあ、確かにそうだなっていう感じなんで、6番さんに言っておきますね。5番さんがローなら5、5八老ら全然ないですよね。雑な黒塗りされてたやもう6番さんロー、僕、老ということで、1は僕はもう村人っていうふうに置いてますね。えっと、やたらと2は白塗り。 占らない必要ない百パーセント村みたいなそこで囲ってるのかうん三八三僕皆さんも二六ローロー三六ローローしかないんですよねうんちょっと二番三番さんの意見を聞きたいんですけどまあ今日僕六ずりしか乗りませんねはい今日六ずりでいきます僕ははいお願いします一番のプレイヤーが発言しますわからなくなった 行っちゃいましたね。6番さんの真偽っていうのが、6番さんが人外の時って1黒しかないと思っていたから、6番さんが狼でも、なんで1黒なんだろうって思った時に、ワンチャンの6神あんのかって思ったら、教授になったらなおさら1黒だし、狼でも1黒して釣られて、まあ、ワンチャン、このグレー4人の中で1釣れればいいなって思えばいいと思っている。6番さんを仮に審だと僕が見たとしても、6番さん死の時どこ釣ろうかってならないからね。 あその結,果結果を参考にしないからだから6番さん狼で僕に親身に見られたとて関係ないんですよねああまあ6ホッチはできないから釣るかなーワンチャン6新おきありかなと思っちゃったな <laughs> 5番が偽っぽくなったなんでかっていうと5番がちょっと心ないかと思っちゃったななんでかっていうと8番さんに対してあなた黒打たれた時にえっと弾き返せるんですかって5番さんのなんか問いかけをしてたんだけど遺言かなな,なんだっけあ忘れたけどなんかで問いかけしてたけど8番って黒打たれないでしょ 5視点で6二確定してて1占うことがほぼほぼ有いてる盤面で6が8に黒打ったところで6番が真かどうか分からない盤面でなんで8黒打たれると思ってんのって思って5番さん偽かなと思った6が偽分かってんなったら明日1黒あなた打たれますよぐらい言ってほしかったけど5番さんそれ出なかったから5二かと思ってワンチャン6進あるかと思っちゃった。 2番が1の氷河上落ちたけど僕は氷河神なんてないでしょ5番釣りますって言って6番最後縄かけて僕が一部ポジになる構図が出来上がってる盤面だったからそれ出てくる2番もおかしいと思ったし3番って占い星座は結局どっちだったんだろうと思ったから3番もわかんねえ6釣るはしょうがいごめんごめんね6番 2>, 2番のプレイヤーが発言します今日は6釣るけど6が死んだらマジで仕事したと言っていいと思うえあ もうこれ1白なら8確定ですね、俺目線は。なんか5番さんが言ってたんですよ。なんで占ってないのに2白言えんのって。6支点5二ローロになりますからね、俺黒だったら。<laughs> やばいっすよ。いい択得と,と1番さんが、あっ、5進決め打ちって言ってる時に、そうですね、6釣りますねって言っておけばいいんですよ。支 <laughs> 点クソバグリだと思ってて。 さっきも落としたけど3番さんっていうのはマックス強だと思ってるから狼ないと思ってるから今日は6つって8つるああそうか58ローロだったのかまあもちろん6つって終わる可能性もあるんだけどめちゃめちゃ6が真に見えてきた58ローロだったのかって何、まあ、かといって6は釣るんだけどなって6番さんもそれは飲んでくださいよ人外に釣れるんで最終日必ず来るんでうーん8番さんがめちゃめちゃ焦ってたし まあ正直38で比べて3つって8に狼で俺負けたらマジトラウマになるんで絶対俺は8つりますよどっかからヘイト向いてきても俺は8をつります絶対にまあそれぐらい言っておこうかな今日は6つります以上3番のプレイヤーが発言しますいやまず6シーンでしかないと思うし5番って若干不足し最初の5番2週目5番4番の発言終わって入るときに5番ってなんか 9番の地が見ないよう、ね、に7番教授6番狼だと思って、なんか出現ばっかしてたし。でもう5番8だと思うけどな、8番って、だって番6番の占い結果信じないね、5番つるの。8番視点ってなんか、ずっと6番に対してずっと殴ってるけどさ、8番視点で6番信じてる。んで8番でじゃあ5番,5番入れたの。で8が6番が1位占う理由がわかんないって言うけど、でそれ1番の漂白が1九9番かまれてるんだから6視点それ1番が狼で漂白にした可能性だってあるし、 6番視点って5番狼確定してて、1番が何の理由もなく5番決めつって言ってるんだから、それは6番視点って1番怪しくなるんだから、6番が1番売らないの普通だから、8番の6番叩きってめっちゃ不当だと思うけどな。いやー、8番の6番だとゃだと思うけどな。普通に。9番グレー精査ほぼないし、6番の方が死に見えるけどね。6番が人外で1番を言ったけど、白結果打つ必要性がないし、62とか68たったら1に来る打った方が1番グレーで、えっと、4分の1。 えっと、4人盤面で一番ワンチャン強い可能性だったから、6番が陣がのときに1位に白別必要って全くないと思うから。いやー、8人の精査がつかないですよ。8がワンチャンもらったときに2番の回が怖いから、6番シだと思うから2番グレーに8人につ8つって終わなかったら2番つった方がいいかなって思ってるんですけどね。めっちゃ8いきたいんだけど、い,いや、これで奥さん見られるのはいいけど、僕は8番に入れようかなと。

投票が終了しました。追放されるプレイヤーは8番、8番の遺言を終わらないください。終わらないんだ。二郎いないだ。あ、僕が死んだんですかわ、マジか。えー、もう2、二郎いないん僕は。ちょっと6、ね、番さん、6番、もう6番さん僕、あんまり死んで見てないんですけど。<laughs> えー、終わらない。 俺がまさか釣られると思わなかったな。うんまあただ多分5番だろうね。皆さん6ローって置い,置いてないんですかね全く。うん、6ローの9シーンで5な今日、こいつが出るこれに見えありますね。5<れ><れ>で置いてるだから釣っただけなんですけどね。普通に投票で。6紙えー、でも23しかないですよ、僕目線。1はもう隠し話なんで。うわなら

え、2番って6のローを追わせる気今から。昨日8釣って今日6って僕いけないけどな。昨日の8釣りは、もう6を村で、死んでおいた8釣りでしょうよ。いや、いけないよね。六6釣りって。2視点って、えー、っと、えー、なんで何を期待してんのこれ。6。 えー、狼あんのお <laughs> っちゃうじゃんそれやられたらおっちゃうから。でも、それやんなくてもさ、6巻でさ、2、3でどっちかって僕が一通すればよくないわざわざ6という人、さ、シンガー、ワンチャン、ワンチャンのシンにさ、入れられるようなことするのえーじゃあ、今日は2、6ランナー 6狼で9噛まないでしょうよ6狼で9噛んで勝つなんてないでしょう2番これミスったなこれ2の神ミミス6神2ローですこれは見えました2号ロー急遽神ミス2でしょ2番,さん、ねね、2番さんねね二、はい、2>, 2番さんねはい2番 のプレイヤーが発言します確認したいんだけど3強ないよねこれ。いや8釣れた時3強あるのかってビビったけどないっぽい、ね、あよかった勝ちだこれ6番。勝ちじゃねえから俺英雄になるから聞いててね英雄の考察ってやつを。6進視点9強だから57に狼いるわけだよ。で5が7に白出してるから5番オーケーになってね。俺が5釣るっていうのはどうやっても精査できないわけ。わかるかな 分かんないいや正直ねもう6からつっとけばよかったかなっていう若干の後悔もあったけどでも3番さんの言う通り6つった後俺8釣るから8つった方がいいわって思ってワンチャン6神3狼とかもありえるからね8からつろうって思って釣ったんだけどわ6オオだったかめっちゃ神に見えたわうわーやめろそれたないの強いねこれそれやめてーえーっとね何て言えばいいんだろうな もうさっきも説明した通り、6進してんだろう2号ローローなんだけど、2号ローローでできますかねこんな合図。え、正直、2番さんが、強靭なのかなこれ。2>, 2番さん3ん強靭ではないか。2>, 2番お前だよ。8の黒囲なんかありえんで。じゃあ5黒か。56ローローだったんだ。えー、なんで6は5釣りはしたんだろうふん。ほ あ,あ、ごめん、めっちゃ精査してなかった。えっとね、もう一番さん、映画の考察とか格好つけて悪いけど、ただのローゲッターね。俺しないからこんなこと。八か二か。今日がいて三番のプレイヤーが。いやいやいや、急かまないよな。いやまず二番が追うのって六番五番狼じゃなくて、六番五番狼だったら九番噛んだら包むから6、六番五番狼じゃなくて二番が追うのは六番八番狼の七番強人とか。 7五神経の六八狼じゃね動かせるんだったら。<laughs> と思うけどな。八を村で置くかっていう話。ワンチャン六八ーの七強があるかなくらい。六五ーは絶対ね、6六五ーで9巻だ。六五が100%ローラーされるから、六五だったら絶対負けるから、六五狼は100なくて、六八狼か五二狼の2択っていうだけ。 い、むず、あ、むずいね。なるほどな。僕六行くわ。もう六だわ。まあ六の後に聞いて入れるわ。イチアナさん投票になったら僕放棄するんで。 一頑張ってください。オーケーでー。責任逃れするんで、ちょっと一番さんの待たせろよ勝ちだわ。さい六郎、はい、です。はい。あり一応6なん聞いてどっちかに入れます。ホ、はい、ーニーの方が現状は濃いと思ってるけど、まあ、一応話は聞きます。ボーニングは濃い。違いますすはい、一番さん、三番さん、よーく聞いてください。二番さんが黒でした。私をオオカミと仮定するなら、 6、8であるとしたら、まあ、3番さんが言ったのが、あるとしたら6、8ですよね。6、8でなんで私が八入れて、6釣り飲む方がめちゃめちゃ簡単やのに、で紛らわせてあ、最終日頑張ってね、の方が簡単やのに、わざわざ八を釣りに行ってまで何の、何をしてるんですか、私。で、私が、えっ、狼で1、にしろ打って。6、8、6、ね、8、3とまあ2って比べたときに、<laughs> まあまあ、関係ないんですけど、3番が5、に、 入れてるから3はないなと思って2なって黒やったんですけど、しいんです初日狼ぎた5番さんが言われたときに2の村見えてるんですよ。2>, 2が100%村ってなんで言えるんですかって。私目線結構2ってね、ゴ5つりに行こうとしたところから結構いいなと思ってたんで、村かなと思ってて、8を先に釣ってほしいっていうお願いやって、うん、8でもう100終わると思ってたら終わんなかったんで、<laughs> うん、なんて言ったらいいんやろ。8で100終わるわけないじゃん。 可能性があるとしたら、5、6か6、8ですよね。5、6であれば、もう5番3って絶対に潜伏してますよね。で、5から、5の方が真決め打ち入りそうやったじゃないですか、5、6の比べた時に。6って結構偽見られてる状況で、辛いから5番3の方に託すっていう方が楽ですね、5、6の時で、6、8の時は、6が釣り飲んだ方が楽ですね。 わざわざ8に誘導かけて8つってください8つってくださいって私が8つってでね一番さんに言っとくとねあの紙できないんですよ二番さんは6かめない全プレイヤーの発言が終了しましたうかめるでしょこれから投票に移りますへーその疑いにはどんな根拠があるか6いきます6865強 わー <laughs> <laughs> あー、いったんね。六番のプレイヤーが発言します。言い切れへんかったか、1番さんちょっと、待って、投票が一が、あ、そっか。で、えっ、ー、とね、さっきの噛めない云々な話なんですけど、 うーん2番3目線3に黒を押し付けるよりも6に黒を押し付ける方が簡単やった。6が偽やっていうのを主張するしかなかったんですよね。だから噛めない。6紙で2、3勝負やったら私正直2番3の方が負けると思ってる。で、2、3勝負よりは2、6勝負に持っていきたかったっていう構図です。噛まなかった、6を噛まなかった理由はそれです。1番さん理解してもらえませんかいやー。 どう言ったらいいんやろ ?3 番さんには響いてるんやけど、もうこれ以上言うことないですね。2番さんが私を噛めなかった理由は2三の勝負ができないから。だと思ってます。2番さんに言ってください。2>, 2番のプレイヤーが発言します。え、ミスったかと思った。え、って、と、言うね。なんか6番さんが僕噛めないから、どうのこうのって言ってるけど、いや、いやこれになるぐらいなら6巻で2三するでしょ。 えっとね、僕の行動を2五ロ,ローとして押し,押押しておおちょっと待って言葉で2五牢牢として追ってほしいんだけど2号ローローでなんでまず8つるんですか 6c 見えてるんですよ6強烈に釣り合わせて終わりですよねそれなぁで号ローローの時にわざわざ8を釣った後に6をかまずにそれする必要なんですか えっとね、56追ったからおかしいって言われたんだけど、68っていうのを俺だってつ2番のシーン、めっちゃ無駄感情じゃないだって6つと8つするだけだから、あ6シーンだったね、じゃない8つローになるだけだから、68ローローっていうのは追えなくて、じゃあ56ローローだった時に、なんでかって言ってたんだけど、もう、それはね、もう、めちゃくちゃなことしただけなんじゃないですかとしか言いようがない。だって追えないんだもん、理論的に。そう。だってでも、 ただ、6番さんは、あ、真は9番さんなんだから噛んじゃおうっていう、<ー>それぐらいの考えであったと思うんですよ。はい、注目これから投票に移ります。6つです。その疑いには、どんな根拠があるのかな <laughs> 頼むわ頼むわ追放されるプレイヤーはー、合計 村人陣営の勝マジで。お前村だったよりは。けどね。いやー一番さんマジかみ。いや申し訳なかった。絶対もう勝ち確定だと思って全然考えてなくて。いやマジねー。五強だっですか。いや七強だった。七強ですか。七強<は>だ七五進だ五進。5あ五進なんだ。うん、あじゃあ内山さんのロに乗ってれば終わってたんだ。いや僕二番のハチ釣りめっちゃ村に見えちゃった。 だよな、やっぱ最後あれ、わかるわ2番のシーえ、5シーン6・8ローローですかえっと、<八>7強6・8ローなんで6・8ローローにしたんですかえ,え,え、意味わかんないんだけどどういうことどういうこといや、あのー、うう 2>, 2番さんの言ってる通りで9が深夜から、8番さん逃げ切れないから勘だそれだけですえ、8クローなんてダメでしょうえ、何に8クローいやいや、6は 別に実利なんか釣られると分かってたけどでも1あれじゃない1黒打たなかったのはだからミスだったかなと思うけどでもまあワンチャン今,今の場面あったから良、まあ、かったんじゃないですか2番視点で8つりいけるのは村,村だよなって思っちゃった最後そうなんですよね、うん、もう6いけばいいと思ったけどなんなん、ね、8しか釣れないと思ってそう明日8するっていうのが6釣っても明した8する から八行くっていうのがめっちゃわかると思った。いやーよかった。3番だから僕。うん、えだから僕。えだから僕六番噛まれてたら三行くつもりだったから。結局二番がオーカメったら僕の票は入らなかったかな。あれそれぐらい八釣りが良かった。ま三、あ、番が行ったくれたんだけどそれぐらい八釣りが分かっちゃったから。いやでも裏内心に差してしまった状況からかなり。 粘ったどういや、粘ったよ。6番、マジ進化と思ったもん、一白は。じゃあ、お次、英雄参りましょのありがとうございました。またお願いします。お疲れさまでした。というわけで、3番、いや3番よかったよ。たごめんなさい、疑って申し訳なかった。皆さん、よかったら、登録、声が出来お願いします。じじ。